はい、福ちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今回のささっと絵手紙は、子供の日が近いということもあって、柏餅と桜餅を描いていこうと思います。使う墨は、墨雲堂の絵手紙墨を使います。では、早速描いていこうと思います。まず、桜餅から描いていきます。桜餅の葉っぱを描きましょう。葉っぱは、葉脈のセンターラインから左右のバランスを見ながら描いていきます。次にお餅の部分ですね。お餅のつぶつぶ感を意識しながら墨を入れていきます。全体のプロポーションが狂わないように慎重に墨を入れていっています。桜餅を描いてるわけなんですけども、子供の日にちなんでだと柏餅だけでいいんじゃないかなと思いますよね。実は福ちゃん、桜餅も大好物で、いつも子供の日が近くなると柏餅を買いに行くわけなんですが、ついつい横に並んでいる桜餅も捨てがたく、結局両方買ってしまうんですね。それで今年も柏餅と桜餅両方買ってしまったので、両方描いてみようかなと思いました。まあ絵的にも柏餅を2個3個描くんであれば、桜餅をついに置いた方が色合い的にもコントラストがついて絵になるような気がしますね。桜餅のもち米の粒々を描いていきましょう。全体に均等にならないように空間を取りながら所々に描いていきます。次に桜の葉の葉脈を描いていきましょう。葉脈のラインもしっかりと描いてしまうのではなく、隙間を開けたり線に強弱をつけたりして描いていきます。線に強弱をつけたり隙間を開けることで陰影の感じがついて、少し立体感も感じれるような気がしますね。あと単調になっている線を少し強弱をつけて墨線に動きを持たせておきましょう。では次に柏餅の方を描いていこうと思います。柏餅も葉っぱから描いていくんですけども、桜餅に比べて柏餅の葉っぱの方が形が複雑なんで、バランスを取るのが少し難しいですね。とりあえず桜餅の時のようにセンターラインの葉脈を描いてから左右の形を取っていきましょう。柏餅のお餅の部分を描いていきます。柏餅は桜餅のようにもち米の粒々がないので、シンプルにカーブの線を描いていきます。桜餅の時と同じく線に強弱をつけていきます。次に柏餅の下の部分の葉っぱを描き入れていきましょう。柏餅の方も墨線に強弱を入れて動きを持たせていきます。なんとなくですが、桜餅の方は繊細で、柏餅の方は動きのあるシルエットを持っていて、2つ並べるとコントラストがついていい感じですね。柏餅の葉っぱに葉脈を入れていきます。形に沿って線を入れていき、立体感を意識していきます。桜餅と同じように線を途切れさせたり強弱をつけたりして引いていきます。柏餅全体の線画に強弱をつけていって、細かなディティールを少し加えて線画を完成させていきます。では着色に入っていきましょう。使う絵の具は吉祥の顔彩です。使っている紙はハガキサイズの越前の機械すきを使っています。桜餅のお餅の部分は紅梅を水で薄めて使っています。全体に色を塗るのではなくて、要所要所に色を置いていって、桜餅表面の陰影と凹凸を意識して着彩をしていきます。柏餅のお餅の部分は影に色を置いていって立体感をつけていきます。色は本藍に若干栗川茶を混色して水で薄めて着彩をしていきます。桜餅の葉の色をつけていきます。
色はベースにウグイス茶緑を使います。葉脈の間に色を置いていく感じで、やはり全体に色を置かないように着彩をしていきます。次にウグイス茶緑が乾く前に青磁を上からなじませていって陰影を作っていきます。桜餅の葉の全体に色を入れていきましょう。桜餅の葉の色がなんとなく弱い感じがするので、もう少し青磁を足していきます。最初に置いた色よりは少し濃いめに置いていきます。桜餅の餅の部分にも紅梅を少し濃いめに使って、さらに陰影を抑えていきます。ポツポツと色を置いていく感じで、もち米の粒々感を表現していきましょう。では続いて柏餅の着色に入っていきます。柏餅の葉っぱのベースは黄銅を使います。黄銅は紙の白が透けて感じるぐらい薄く塗っていきます。黄銅の上から青草を使って柏餅の葉の色をつけていきます。同じ葉の色でも柏餅と桜餅では葉の色味が違うので、着色をする色の組み合わせも変えていきます。柏餅の葉の影になっている部分を着色していきます。色は青草に本藍を少し混色して、暗い緑を作って影になっているところに着色をしていきます。描く前は色数も少ないので、どんな感じになるのか少し不安でしたけども、なんとなく雰囲気が出てきた気がしますね。あとまだ塗り足らない箇所に色を差していきます。やはり桜餅の葉の色がなんとなく気に入らないですね。もう少し色を差していこうと思います。そんなことを言いながらどんどん色を足していって、いつも描きすぎてしまうんですよね。普段使っている水彩紙と違って、画線紙はあまり何度も塗り重ねていくと紙の繊維がシミのようになってしまって、仕上がりが汚くなってしまうので注意しないといけないですね。では次に影をつけていきます。影は本藍を使って薄く画面にのせて着色をしていきます。あまり強く主張しないようにしてグラデーションで伸ばしていきます。では最後に一言を添えていきましょう。今回はかなり長くなってしまいました。子供の日は柏餅だが、やっぱり桜餅も好きすぎて捨てがたいと言葉を添えましたが、動画の最初に説明した気持ちそのままですね。では最後に落款をして完成です。はい、今回の絵手紙は子供の日も近いということで、柏餅とあと福ちゃんの好みで桜餅も一緒に描いてみましたが、いかがだったでしょうか。絵手紙を始めて墨と顔彩にも少しずつ慣れてきた気がします。
また水彩の動画に挟んで絵手紙の方も少しずつ投稿していきたいなと思っています。このチャンネルではいろいろな画材を使ってお絵描きをしながら、おしゃべりの中で描き方のコツや様々な情報発信をしていけたらなと思っています。興味を持っていただけましたら、ぜひチャンネル登録を、また感想やちょっとしたことでもコメントいただけたらとても嬉しいです。ではまた福ちゃんのお絵かき工房でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。